皆さんこんにちは、コバブルです。昨年の12月に初めてのコバブルグッズ LINE スタンプをリリースしてから半年、買っていただいた皆さんありがとうございます。スタンプたくさん使っていただいているでしょうか。僕はですね、自分で購入したはいいものの誰にも送っていませんね。はい、そんな僕みたいに誰にもスタンプを送っていない方も、たくさん使っている方も、どのスタンプが人気があるのか気になりませんか。気になりますよね。僕は気になります。ということで、今回の動画ではコバブルの LINE スタンプ人気ランキングをお送りします。まず予想をしてみましょう。トップ3を当てたいですね。こちらが一覧です。皆さんはどのスタンプがトップ3に輝くと思いますか？ LINE スタンプがどれくらい使われているのかや売り上げなどは、作者の管理画面で確認できるようになっているので、そのデータを使います。過去3ヶ月分のデータしか遡れなかったので、発売してからの全期間のデータではないのですが、発売直後のデータを含めていない分、リアルな数字が出ているかもしれません。どうでしょう、予想できましたか？僕の予想はですね、こちらです。この予想をした理由は、まずポジティブな意味合いのスタンプを使うことの方が多いだろうということと、何も文字が入っていないものの方がいろいろな場面で使いやすそうという理由です。僕が個人的に一番気に入ってるのは、にやりのこのスタンプなんですけどね。それでは使用率のデータ見てきますね。結果発表！早速ですけど、まず第3位は、こちらのサムズアップをしているスタンプでした。これは予想と順位は違いましたけど、これはわかりますね、わかります。使いやすそうな感じしますよね。でも、これ以上に使われているスタンプがあと2つあるんですよね。続いて第2位は、こちらのおやすみのスタンプでした。これはとても意外でした。だって僕のスタンプを使っておやすみって言える相手のいる人がたくさんいらっしゃるということなんですよね。そうなんでしょうか。そして第1位に輝いたスタンプは、じゃん、こちらの花が舞っているスタンプでした。このスタンプは僕も使いやすそうだなとは思いましたが、これが1位でしたか。おそらくきっと嬉しい時にこのスタンプを連打している人がいるんでしょうね。ちなみにトップ5まではこんな感じです。1位はもうダントツの使用率だったのですが、この5つはもう全部たくさん使われていました。ですがその他のスタンプも少ないけれども、ほぼまんべんなく使われている感じでした。全く使われていないスタンプというのがなくて良かったです。ということで、コバブルの LINE スタンプ使用率ランキングでした。皆さんの予想は当たりましたか？そして、なんとですね、ここで終わりません。LINE スタンプに続き、コバブルグッズ第2弾をリリースします。一体、どんなグッズなんでしょうか？気になりますか？気になりますね！それでは行きましょう。新しいグッズは、こちら、アクリルスタンドでーす。はい、さも誰も知らないような体で話し始めましたが、こちらのグッズに関しても、以前生放送をしながらどんなグッズにするのが良いか視聴者の皆さんと相談させていただきました。ありがとうございます。高さは台座部分を含めて約 10.5 センチ、持ち運びもしやすいサイズだと思いますので、飾るもよし、外に連れ出して写真を撮るもよしです。台座にはいつも動画の最初に出しているロゴを入れました。公式グッズって感じがして、我ながらいいなと思います。今回はピクシブファクトリーさんで、注文があるたびに注文があっただけ生産して販売するオンデマンド販売という形式を取らせていただきます。1つ2660円です。大量生産する場合と比べるとどうしても割高にはなりますが、その分僕は売れ残りの心配や梱包、発送作業などを一切しなくていいので、リスクが少なくてとても楽ですし、売り切れの心配をしなくていいので、いつでも好きな時に買えますよ。こちらのグッズはブースの僕のお店で販売を開始しています。まだこのグッズしかありませんが、 YouTube のチャンネル登録者数が1000人増えるごとにグッズを増やしていく予定なので、これから増やしていけるといいなと思います。そしてグッズがお手元に届きましたら、ぜひ写真を撮って Twitter でコバブル日和のハッシュタグをつけてツイートしてもらえるととても嬉しいです。手元に残るこういうグッズ初めて作ったんですけど、とってもいいです。ついつい眺めたくなります。ちょっと恥ずかしいですけどね。それでは今回の動画はこの辺で。コバブルでした。また次の動画や生放送でお会いしましょう。バイバーイ。